ありがとうございます。今日はライバロリチャンネル待望のバチンキー会です。無限大なのさ鳴き声聞いた？マジでブヤー怖いよね。しかもなんか後ろうにょうにょしてるしさ、お前なんかニッコニッコしてるけど後ろにとんでもないキモいうにょにょにょみたいな動きしてるやばい生物おるけど、まあそれは置いといて、まあ今日やっていくのは無限大バチンキ。まあ、ちょっとどういう戦術かってのは、対戦しつつ、説明していこうと思うんで、早速対戦の方まで。どうぞ。はい、ということで、早速、無限大バチンキの戦術についてお話ししていこうと思います。で、今回無限大ナをこだわりメガネのアタッカー型で、採用しております。無限大ナは、まあ、ドラゴン毒にサブウェポンの炎のこの3つの技範囲を持ってることより、まあ、かなり多くのポケモンに10倍以上で、打点を見込める。なおかつ、まあ、素早さ取得値が130で特攻取得値が145と、まあ、そこそこでかなりアタッカーとして、まあ、優秀な数値を持っておりますので、まあ、その無限ダイナのこだわりメガネの超過力を押し付けつつ、まあ、こだわりメガネってね同じ技しか出せなくなるっていうデメリットがあるんですけど、まあ、それを、まあ、バチンキをクッションにしつつトンボ返りでサイクルを回してって、まあ、無限ダイナの行動回数を増やすことで相手のサイクルを崩壊させていこうというパーティーに、なっております。まあこれはバンギラスから行くか。バンギバチンキー無限大な。まあバンギラスから入る理由は、まあ、相手多分海洋画から入ってくると思うんで、まあ、海洋画読みで初手バンギラスってこいつ何言ってんだって思うかもしれないですけど、いやでもさすがにやばいか。無限大なから入るか。普通に無限大なから入ってランドロスが来たら地面技読みでバチンキー値下げてサイクル回しつつ、まあラス1はまあ、シンプルにダイマックスして一番強いのがバンギラスなんで、この戦術でいきます。無限ダイナはね数値はめちゃくちゃ高いんだけど、まあ、ザシアンザマゼントと一緒でダイマックスできないっていうデメリットがあるんでやっていきます。まあ、正直アランドロスか。まあ、正直不安しかないわ。不安しかない。この新環境の禁電が溢れ返ってる、平均的数値が上がってるランク場の環境でバチンキが生きていけるのかどうか不安です。で、威嚇プレッシャーで無限ダイナの特性が先に発動してるんで、まあ、相手のランドロスがこだわりスカーフじゃないの分かってるんで、これダイマックス砲で突っ込みます。こだわりメガネの、まあ、ダイマックス砲なんで、あ、引っ込めてくる。ブリ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 。おドラ毒タイプなんですけど、無限ダイナ毒タイプなんだが、ヘアリータイプのちょっとここその交代俺に聞くからやめてくんない？こだわりメガネだからさ技の打ち明けできないから、その交代ちょっと俺に聞くからマジやめてよ。今年さ、まあ、ワンチャン初めてじゃねと思ってバチンキー使うの今年初めてじゃねと思って確認したら、2週間前にトップ6っていう、動画で使ってました。これはメイソー、まあ、トップ6は、まあ、2020年ですね。2020年僕が最もってか使用したポケモンのランキングトップ6を使ってランクマやるっていう動画で、まあ、バチンキーが4位だったんで、まあ、その動画で使ってた。そんな、なんか俺今年初めてじゃねとか思ってウッキウキで使ってたけど、蓋を開けてみれば2週間しか経ってなかったっていう。俺結構もうなんか1ヶ月ぐらい使ってない感覚だったんだけどな。まだ2週間しか経ってないのか。ここ最近結構新環境始まっていろんな伝説ポケモン使ってたから粘ってたと雰囲気あったけどね。で、ここは多分エスパー技飛んでくるんで、バンギラシで。無限ダイナと、まあ、無限ダイナと、バチンキーに一貫する技がエスパー技だから、エスパー技飛ばしてくるだろう読みでバンギラス投げたけど、バチザルがクソ舐められてて、もう一回瞑想積まれるとかいう最悪の事態になりました。これ、大丈夫でしょうかこれ。待って、これグラス、いや、バンギ、ダイマ切りたくないよな。いや、相手、ブリムオンね、2回瞑想積んで特攻が2段階上がってるんだけど、まあ、おそらく、フェアリー技このバンギラス耐えてくれるんで、まあ、バンギラスは、砂状態の時に特防が 1.5 倍になって、まあ、さらに今回突撃直撃っていう、まあ、さらに特防が 1.5 倍になるアイテムを持たせてるので、まあ、特防の数値が1515倍になってるから、まあ、ブリムオンのフェアリー技ぐらいだったら余裕で耐えると。まあ、ダイマするかどうか迷うけど、まあ、ダイマしないでいくか。まあ、一応こいつ、意地で、ほぼ永遠に振り切ってるから、まあ、パワーもそこそこあると思ってましたが、ブリムオンが硬すぎる。ブリムオンが硬すぎる。これ何これ？ HB 特化レベルの硬さ知るんだけど。ドレインキッサー、しかも、いやらしい技持ってるわ。これ回復技なんですよね。全然、化け物かな？
全然聞いてないわ。2回瞑想したブリモンのフェアリー技、これえぐいでしょ。だってでもこれグラスヒールとかさ、ちょっとうざいわ。バチザルがなんか余計なもん巻き散らしてるせいで、相手のブリモンがどんどん HP 回復しててちょっとまずいことになってるけど、これ神砕く打ってもしゃあないから、もう無理やり大魔切って大アークぶちかまして削りに行くしかないか。ん、削るー。あー、相手のラスイチ海洋画だと思ってるんだけど、ランドロス、ブリモン、まあ、金迷惑が相手のパーティー海洋画だったんだけど、まあ、バチンキーね、新しく解禁された禁止伝説級のポケモンの中で、まあ、唯一有利取れてると言ってもいいのが、てかもう海洋画だけ、海洋画にしか勝てない。海洋画以外には有利取れてないから、まあ、海洋画軸に勝てなかったらもうこいつ生きる未来ないからな。かかってるから、未来。バチザル聞いてるか？この戦いにお前の未来かかってるから。じゃあでか、ドレインキッス、これダイアーク全然効かんかった。やばいやばい、ちょっと待って。待って、ダイアークがさ、硬すぎなんだけど、相手のブリも。いや、待って、これ次のダイアークも耐えられるくね？いや、グラスシールド貼ってるせいでさ、やばい、そう、グラスシールド貼ってるせいで、相手のブリモンがなんかいい感じに、バンギの技圏外に逃れてってるんよ、これ。そのままダイアークって、あ、落ちた。落ちるんだって。あ、これね、まあ、多分有効急所なんだけど、まあ、そもそもバチザルがグラスフィールド倒、巻いてなかったら多分ブリモーに勝てたんで、まあ、これ、あれです。運とかじゃないっす。起きるべくして起きた事象だと、私は考えております。で、あ、まあ、海洋画だよな。で、これ天候取られるんだけど、どうしようかな。バンギ切っていいかな。てか、まあ、ブリモンいなくなったから、無限ダイナのダイマックス層が結構出るように、ダメージ出せるようになったから、これバンギ切っていいか。まあ、無限ダイナって、まあ、火力も素早さもめっちゃ高いんだけど、まあ、耐久もかなり高いんで、まあ、海洋画の不一致氷技ぐらいだったら一発耐えると思うんで、まあ、メガネダイマックス層で押していこうかなと思います。で、ダイマックス層は、まあ、追加効果として、相手のポケモンがダイマックスしてきた時にダメージが2倍になるっていう、追加効果があるので、まあ、相手の海洋画がここからダイマックスして、まあ、耐久をゴリゴリ上げてきたとしても、まあ、おそらくメガネダイマックス層で押せると。と思ったら相手がチンパン潮吹き打ってきました。相手もチンパン、俺が使ってるポケモンもチンパン。これ、バチンキー出ないかもな。普通に多分ダイマックス層で押し切れるな。まあ、潮吹き結構入ったけど、ダイマックス層も、まあ結構入ると思う。で、HP 削ったんで、相手の海洋がこっちの無限ダイナより早かったんで、こだりスカーフが確定で、まあ潮吹きしか打てないと。まあただ潮吹きは自分の HP が高ければ高いほど高い威力が出るけど、まあ、逆に言えば低くなるほど技の威力が下がるので、まあ、耐えてダイマックスをで落として、で、相手のランドロスもこだりスカーフじゃなかったんで、まあ、ダイマックス砲でぶち抜いて勝ちだと思うけどな。なんか直キロかだとちょっと怪しいのかなって感じ。無限大だな。なんか見た目キモいけど、色合いはいいよね。青と、この、朱色っていうの。赤じゃないけど。この組み合わせ。で、ダイマックスを打ってって、バチザル本当はさ、バチザルクッションにしてトンボ返りとかで無限大な着地させまくって、無限大なでダイマックスを打つってのが、まあ、コンセプトだったんだけど、なんか普通に、あんまりバチンキー活躍しませんでしたね。この対戦では。相手のランドロスダイマックスしてくる。てか、なんか完全に勝った前提で話してるけど、ランドロスに対して、メガネダイマックスってどんくらい入るんだろう。いや、てか、待てよ、これさ、結構えぐってくれないと負けるんだけど。ワンパンするかどうか。ダイマックス砲。はい。ああ、いいね。あ、ダメ、ちょっと待って、それはダメ。ちょっと待って。それはダメ。いや、やばい、これ。いや、なんか、回復味がなかったら絶対グラススライダーで倒したんだけど、回復味が発動したせいでグラススライダーで倒せるかどうか、かなり怪しくなった。無限大の落ちる。バチザルいけるこれ。てかまあランドロスのダイジェットくらいやったらなんか一発耐えないかな。耐えそうなんだけどな。いや、このバチンキーかなり物理耐久には自信があるので、
相手のランドス命の玉とかでもないし、ダイジェットを、え、待って、やばい。お前やれるんか、お前。お前ちょっと待って。お前、海洋が軸に勝てなかったら、お前、首だからな。お前、明日から来なくていいよ。勝てなかったら。いけ！全然効いてない。あ、大丈夫。あ、オッケー。ダイジェットないのか。ダイジェットないのね。多分これあれか。耐久ランドの、地震、岩石封じ、トンボ返り、まあ、ステルスロックみたいな技構成の、まあ、ランドロスで、グラススライダーで落ちるかどうか怪しいな。落ちるか。落ちなくね、このグラススライダーで。いや、まあ、一回守ればいいか。ここ守って、ダイマックスターン。相手のランドロスのダイマックスターンからして、ラス1グラススライダーで詰めて勝ちか。美味しいところだけ追ってくな、この猿。この猿別に猿じゃなくてもよかったもんな。ガチでこいつ美味しいとこだけ持ってくる。とどめは俺がもらうでぃ。この勝負はワイのおかげで、勝ったでぃ。まあ、ダイワームでよかったわ。で、まあ、グラスフィールドで HP 回復しつつ、まあ、相手のランドロスのダイマックスターンも解けるので、まあ、さすがにグラススライダーでしょれるということで。まあまあ、でも言うてなんか、ワンチャンありそうだな、環境的に。なんか絶対になんか活躍できないみたいな雰囲気はないから、なんか使い方と IT 選べればこいつまだ現環境でも全然生きていけそう。はい、引き続き対戦していこうと思います。あー、イベルタル塾か。まあ、イベルタルは飛行タイプあるんで、まあ、草タイプのバチンキーで相手するのは、あ、待って、でもこれバチンキークソ揃ってるぞ。相手俺バチザル舐めてるな。まあ、なんでかっていうと、まあ、まずバチンキー宿り木の種っていう、まあ、定数ダメージを与える技を持ってるので、まあ、クレセリアみたいな耐久ポケモンにも強い。で、草タイプなんで電気タイプのレジエレキにも強い。で、こいつ奇跡持ちの物理受けなんで、まあ、グロス、ウォンドラゴン、ドリューズに対しても受けが効く。ので、まあ、バチンキー出し6。で、バチンキー、まあ、無限大バチンキー戦法をかますために無限ダイナも確定。まあ、この2回だと、まあ、相手のイベルタル展開がちょっとだるいんで、まあ、イベルタルに強そうな、まあ、直帰バンギ。この3体で。はい、ダンボーさん、よろしくお願いします。まあ、何戦かやったけど、無限大バチンキー戦法が、もう普通に強い。無限、メガネ無限ダイナをバチンキー使って、攻撃回数を押し付けてく立ち回りが普通に強い。まあ、ランドとかでも強いと思うんだけど、バチンキである必要があるかどうかは微妙。試練を共にしたイベルダル。めっちゃこだわってるね、相手。無限大なこれどっちが有利対面なんだろうな。バンギに引いてもいいけど、まあ、多分ダイマしてくると思うから、メガネダイマックスをぶちかまそうかな。イベルタルの攻撃何飛んできても一発耐えると思うんで、まあ、相手のイベルタル、ダイマックスしてくる。まあ、相手のイベルタルの行動を見てから、まあ、バンギ出すかどうか、まあ、決めていくみたいな立ち回りで、良さそう。で、まあ、イベルタルは素早さ種族値が、あれ、いくつだっけ、こいつ。99か。で、無限ダイナが130あるんで、上から殴れて、ダイマックス層が、まあ、ダイマックスしてるポケモンに対して威力が2倍なんで、まあ、ワンパンはできないけど、結構いいダメージ入ると思うけどね。どんくらい入る？んっとー。ああ、まあ、いいダメージ。ダイアーク打っちゃったら、ダイマックス層でね、倒されないね。なぜならばこのターンに無限ダイナが死ぬから、マジか。いや、てか、ダイジェットから入ってくると思ったわ。イベルタルの方が素早さ遅いから。うわ、やべ、ここで無限ダイナ、ちょっと、ここで無限ダイナ死んだの結構きつくね。さては結構きつくない。バンギ投げてって、気合玉あるかな。ダイナックル持ってるかな。まあ、ただ持ってたとしても、4倍弱点もらったとしても、特殊の4倍弱点だとこいつ死なないから。いや、でもな、イベルタルにな、こっちの金電枠の無限ダイナ持ってかれて、なおかつ、あ、なさそうだな、これ迷ってるから。あるんかーい！あるよーん。まあ、耐えるんだけど、まあ、イベルタル一匹に、いや、きついな、無限ダイナとバンギーここまで削られてんの。いや、だってこれもうダイマックスするとしたらさ、俺バチンキーにおそらくダイマックス切ることになるんだけど、まくれるこれ。でも相手のパーティーさ、イベルタルさえ倒していけば、かなりバチザル重そうなんだけど。あ、来た、バチザルの餌、バチザルの餌来た。ドリューズ、特性は、はい、見落とさない、砂垣、ここはバチンキーにされます。まあ、多分アイアンヘッド打ってくるんだけど、いや、剣の舞とかだとかなり怪しい。剣の舞、交代読みで剣の舞されたのもバチンキーに大魔切るしかなくて、まあ、順当に行くんだったらアイアンヘッドかなって感じ。グラスメイカー、ラフメイカー冗談じゃない。
あ、まあそうだよね。アイアンヘッド、ドッヘンアイアー。まあ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 、こいつ防御方面にかなり努力しってるんで、まあドリューズレベルのアイアンヘッドでもこの程度のダメージを抑えることができると。まあただここな、グラスストライダー打ちたくないな。宿り木でバチンキの HP 管理しつつ、まあ、ドリューズを削れるようにしておきたいので。ちなみにバチンキのグラススライダーでムフリードリューズに対して確定、あーまあヘッドだよな、確認取れないんで。宿り余計動く、当てる、オッケー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 。で、まあ、ここ宿り木入れれたんだったらかなり楽だな。相手のラス位置誰だ。でバチンキの HP を管理しないといけないんだよね。なるべくこいつの HP を取っとかないと、相手の裏がレジエレキだった時とかウオノラゴンだった時に役割持てなくなるんで、守るを打ちたい。いや待て、ここはグラススライダーや。ここはグラス、あーまあ引くか、引くか。あークレセか、あクレセだったらいけるんじゃないか。いやこれいける、サイクルで、サイクルで勝ってる。クレセは、バンギーで止めれてて、ドリューズはバチンキーで止めれてる。完全にサイクルできてる。素早さは負けてる。ここ、宿り木の種打ちたいけど、クレセリアに身代わりとかあるかな。身代わりあるクレセリアって、身代わり月の光、メイソー、アシストパワーがデフォルトなんですよ。で、そのタイプのクレセリアって、悪タイプのバンギラスに手も足も出ないから、まあ、身代わり出たら、あー、デンジャーか。身代わり見たら、身代わり見てからバンギラス投げで間に合うかなと思ったけど、いや、ここ動いてほしい。あ、オッケーオッケーオッケー、当てろ当てろ、オッケーオッケーオッケー、頑張ってる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 よ頑張ってるよ。で、クレセは HP が高いから、ヤドリギの種で回復できる HP 量がかなり多いと。いや、待て。で、ここ、俺バンギめっちゃ投げたいんですよ。めっちゃバンギ投げたいんですよ。砂も再び負けるし、まあ、クレセに対しては、まあ、クレセって多分、直帰番儀に打点ないから、ただ、ここ、相手が、いや、俺、ここ見えてるよ。相手が取ってくる行動、ここ見えてる。はい、来たー。見えてるんですよね、これ、あれっす。クレセリアに対して俺が、バンギラス投げる読み、ドリューズだし、それを読んでさらに宿りに乗れ。しかも、しっかり動いてくれる。にっちゃにっちゃにっちゃ。宿り木、交代ギアに宿り木当てられるの、ガチでうざい。バチンキの HP ほぼマックスまで回復してるんだけど。いや、来た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 。これ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 。これよ、これこれ。で、ここは、まあここはグラスラでいいか。ドリューズ、とりあえず削っときたいんで。え、怖っ、ちょっとちょっとちょっと、ええ、ドリル怖っ。おー、怖いねー。いや待って、これ角ドリルでバチンキぶち抜かれたら、負けでしょ？ダイマックス切るか。ダイマックスすることで一撃必殺技って効かなくなるんで。いやー、ちょっと浅い、ここの電話。いや、読まれた。いや、これは、俺がバチンキにダイマ切って角ドリルのケアしてくる読みの、まあ、多分バチンキ、クレセリアバックなんだけど、うわ、ここの電話ガチ汗。汗、ここの台は。まあ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 、まあ、そういえばね、今日、メンバー限定生放送やってたんですよ。メンバーシップ限定で生放送やってたんだけど、生放送中にピンポン鳴ったから、なんかマイクつけっぱなしで、まあ、そのピンポンに対応してたら、通話越しに、〇〇〇〇、建物名、三角号室の原田さんでお間違いないですかって言われて、それがっつりマイクに入ってて、住所バレました。そんな配信も見れます。ぜひメンバー登録よろしくお願いします。で、まあ、ここはバンギラスに引きます。まあ、ここはね、多分釣ってこないと思うんだよね。ダイマックスしてるバチンキーが場に残ってるから、まあ、多分釣ってこなくて、普通に考えたらバチンキーが突っ張りそうな、ダイマックスターンを温存したいから、まあ、突っ張りそうな雰囲気出してるから、まあ、ここは多分釣られないと思う。ので、安全にバンギラスを着地させていきたいが、まあ、相手のクレセリアが何をしていくか。あ、オッケーオッケーオッケー。凍える風。凍える風、レンジャー。まあ、月の光もありそうだけどな。あと一個なんだろう。普通にエスパー技ですかね。全然効かない。で、グラスシールドでこれちょっとずつ回復していくのが上手くて。で、あとここは神クラクでいいっすね。ドリューズも HP 半分まで削ってるから、まあ、バンギーにおそらく後出しできないんで、あの HP のドリューズは神クラク、あ、うん、あ、ま、いや、耐える。舐めんなよ、マジで。ギチギチで草。しかも、急所で、変な相手持ってる。
バンギラスさ、さすがにえぐくない？さすがにさ、さすがにムーンフォー急所で、あの HP から耐えんのさすがにえぐくね。いや、ここはバチンキーに下げます。いや、急所ちょっと痛いな。これ多分ムーンフォーで死ぬんだよね、次。なので、ここバチンキーに下げて、もう一回宿り木入れて、トンボでバンギラス着地させて、HP 管理しつつ、うわ、何その技ちょっと待って。三日月の前で、あ、てかこれあれか。ウオドラゴンと合わせる用のクレセリアか。いや、でもこの三日月の前ちょっと刺さるな。俺がせっかく頑張って削ったドリューズの HP が、フルマックスまで回復される。おい。おい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 。おい、これグラススライダーで落ちんやんけ、このドリューズ。やばい。いや、グラススライダー2発じゃどうせ落とせないから、これ宿り木の種から入るのが、多分賢いよな。いや、あとドリルかわすゲーか。当たったら、負け。しかも痺れ、アイアンヘッド甘えてない？アイアンヘッド甘えてるよ、これ。甘えてないね。でもアイアンヘッドで 30% でひるませるくらいだったら、30% で一撃必殺のドリル引いた方が手っ取り早いからね。グラスフィールド切れる。いやー、待って待って、頼む！宿り木入れれんかったらこれ負けるで、これ。やばき危ねえ。しかもしっかり動いて、ここ宿り木の種入れてくれる。いや、これはでかい。これはでかい。で、グラススライダーで確認取れるように、宿り木の種でドリューズの HP を2回分吸い取っておきたい。だから、ここは普通に守るをしたいんだけど、相手のドリューズ、剣の前とかないよな。アイアンヘッド自身、角ドリル、で、岩技もおそらく採用してるから、まあ、剣の前みたいな積み技はないと予想。守りやす、動いてくれる。こいつなんかしっかり動いてるのはいいね。アイアンヘッド。ここはアイアンヘッドなんかい。あ、でも相手視点からすればまあそうか。角ドリル、打って、俺がバンギ後投げする可能性もあるから、そこまで読むんだったらドリル打つよりアイアンヘッド打っといた方が、まあ、相手視点はアドが取れるって感じかな。で、ここはここはまあさすがに引きます。グラスフィールド展開して、まあ、グラススライダーで相手のドリューズを倒しに行きたいんで。まあ、ドリルだったら、ヤドリギの種のダメージがもう一回入るから、ラッキーっていう。あー、はい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 。はい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 。ねえ、バチンキー投げて、相手アイアンヘッドしか打ってこないけど、ドリル打たないってこと？いや、でもここさすがにドリル打ってくるよな。いや、ここだよな。いや、ここないよ、ここ。一回かわせば、やっちゅ、最後頼む乗り越えろここまで頑張ってきたお前ならやれる。とりあえずグラススライダーで、確認は取れてる。